牛丼チェーンの松屋が来月3日から牛丼を値上げします。松屋は主力の牛めしやプレミアム牛めしを10円から50円に値上げすると発表しました。牛めし並盛は290円が320円となります。人気のプレミアム牛めしの並盛は据え置きますが、カレーや定食も値上げとなります。人件費や牛肉、米などが高くなっていることが原因です。